これは。しっかり。魔法王国アルテナの兵士たちが攻めてきた。英雄王様が危ない。フォルセナは魔法王国アルテナからの突然の攻撃を受けていた。よし、お前たちはもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。退避している。くそ、グレンの魔導士め現れやがったな。今度こそ。よし、急ごう。ここを兵が危険だ。フォルセナの兵士だけじゃなく、アルテナのみんなも倒れてる。フォルセナの兵士だけじゃなく、アルテナのみんなも倒れてる。クレンの魔導士、めちゃくちゃに仕上がって、これ以上犠牲が出る前にあいつを倒すぞ。ええ、英雄王様のところに急ぎましょう。また強くなったぜ。
たちの敵じゃなかったな。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。どうだ。お前ら行きましょう。油断したか。今の時で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。すぐに倒して先に進むぞ。加減はなしだぜ。
気をつけて。任せな。そいつで決める。そこだ。動けまい。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできないだろう。やはりアルテナのグレンの魔導士か。なぜバルダは、いや、断りの女王はフォルセナを攻める。世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。いつまでも過去にはこだわらないと申されていた。そうか、残念だ。聞きたいことはそれだけか。よかった。では死ね。待て。ほほう、いつかの小僧か。覚えておくぞ、また会おう。やるのか。俺と勝負しろ。グレンの魔導士、今度会ったら必ず。国王陛下、ご無事で。デュラン、戻っていたのか。英雄王さん、母をご存知なの。ではそちは断りの女王ヴァルダの娘だというのか。でもお母様は私を抹殺しようと。なんということだ、ヴァルダに娘がいたとは。何なの。いや、すまん、何でもない。何をもったいぶって、気になるじゃない。ケチケチしないで教えなさいよ。こら、プレイモノ。国王陛下に向かって何ということ。いや、構わん。すまんな、王女。いずれわかることかもしれんが、今は知らない方がいい。それにヴァルダの様子も気になる。あの心優しかったヴァルダが娘を殺そうとするとは。私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか、お前たちが。かつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると言われている。マナストーンの近くで
それら八元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊ウィル・オービスプと土の精霊ノーモは見つけました。チース！残りは6つか。商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました。必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。弟のボンチュール、マイアに戻りたいんでしょろ。もうちょっと待ってんか。兄貴にもろた大砲、これから午後にこしらえるさかい。商品揃えてるよ。またのお越しを。
っしゃい。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。ボンボヤジの弟ボンジュール、あんさんマイヤの兄貴んところへ送り戻したるさかい。押し抜けだな。弱そうなやつだな。早く。相手が悪かった。今の俺たちの敵じゃなかったな。なぜまた弱すぎて暴れ足りないぜ。
開いてやるぜ。あれ。